トヨタ自動車は9月19日、スポーツカーの新ブランド GR を展開すると発表し、販売するビッツ、プリウス PHV、ハリアー、マーク X、ボクシー、ノアの6車種を披露した。会場となった東京、大見のメガウェーブは多くのテレビカメラが並び、用意された報道陣の席は満席となり、立ち見が出るほどの賑わいだった。その中で、 豊田秋代社長が強調したのが、ファンとドライブ、走る喜びを追求すること。車の歴史はすでに100年が経過し、大きな変革期を迎えている。その中で、我々が進めているのは、次の100年も、車というものが楽しいぞということだ。単なる移動手段やコモディティしていくのではなく、車って楽しいんだ。だから愛がつくんだ。ファンとドライブなんだということをこの先100年後も、 やれるように戦っていくと、トヨタ社長は話す。自動車業界は今、欧米の自動車メーカーを中心に、電気自動車、EV 戦略を打ち出したり、IT 企業が EV を発表するなど、EV への流れが一気に加速している。そういう中で、トヨタは、ハイブリッド技術を中心に、プラグインハイブリッド車、燃料電池車、FCV、ガソリン車などを販売し、 EV については現在開発中で、これから出していく方針だ。EV が今話題になっているが、どういう車が選ばれるかというかはお客様と市場が決めていくこと。トヨタはワイドチョイスがある中で、お客様と市場の動向に合わせて、現実的な回を探していこうと思う。EV だけと決めつけていくことは考えていないと、トヨタ社長。特に今力を入れているのは、 車としての性能を高めることで、現在一般従業員が中心になって後、大陸走破プロジェクトを実行している。その中には、標高5000メートルを超える山道を走るなど、過酷な環境もある。また、世界最高峰のラリーレースである WRC にも参戦している。そこで得られた知見を、もっといい車作りに生かそうというわけだ。過酷な体験をイメージしながら作る車と、 限られたテストコースを走って作った車とではおのずと結果は変わってくる豊田社長。そうして形になった車が今回披露した GR シリーズだ。そこには豊田社長の危機感が読み取れる。車がコモディティ化しつつある中、このままではトヨタとしての存在感がなくなってしまう。車というのは本来運転して楽しむものということを訴える必要があったのだ。 発表会が終わった後、豊田社長は自らハンドルを握り、報道陣を同乗させて、ドリフト走行などを披露し、車の楽しさをアピールしていた。